5人集まって我ら知らない人間説パウパウ。これからちょっと年表見てもらいましょうか。はい、ちょっと、みこさん、お願いします。ありがとうございます。すごい、なんかそれ違くない？ちょっとやばくない？何があったんですか？やっぱポンや。まずこう年表ですね。はい、10月の3、あれ10月の30日設立ならまあいいかな。11月がね、正式な会社として作ったということで、いいんじゃないですか。まあやっぱあの11月決済の時期ということですね。そうですね、ちょうど良いですね。はい、そんな会社はない、はい、まあこれね結構一番ね忘れられがちなんですけど、その、はい、やっぱりねポルカが入社したタイミングからあの知らぬい建設ができたんだと思われがちなんですけど、最初は私が、うんうん、あのノリと勢いでできたものなので、これあのあなんか結構その建設会社が流行ったタイミングで、あ、じゃあ、あの、なんか私が、知らぬい建設でも作るか、わははは、一人だけどね、みたいなノリで作ったものなんですね。あ、そうですね。なるほど、そう発言なされたのが10月の30日ということでございますね。らしいですね、ちょっと。始まりということで。これはね、そして、7月はい、2月ちょっと見えない。2月でございます。2月、はい、これ次の年の2月ですね。はい。2021年かな、はい、の2月の3日に、オマルポルカさんを脅して入社と。脅して入社させたと。これね、あの助けてほしくば入社しろというね、あの私が脅しを、やった結果、真に受けてポルカさんが入社と。真に受けてどうだったんかあれ入んなくてよかったんかあれ、ね、ガチなガチなテンションで入社してくださったと。いやでもね、いてよかったよ、ポルカが入ってくれてよかったなと思ってました。ありがとうございます、社長さん、副社長。そんな骨をうずめる人がね、2月27日にもう一人入社されたと。骨をうずめる、はい、うん、まあこちらもね、うん、はい、入社しましたね。これはですね、なんか魔王軍っていうのをあのみこさんがね、あのやっていたんですけど、うん、魔王軍ってどうなったんですか？え、頭、え、魔王軍、頭え、頭、魔王軍はなくなりました。壊滅だよ、魔王なんて。勇者に壊滅させられるんだよ。討伐されたってことですね。討伐されたということですね。いや、勇者が現れなくて終わりました。嘘でしょ。逆に、はい、勇者がいないと成り立たないんだ、魔王って。はい、そうです。やっぱ勇者ヒンベルが来なかったからか。スイさんはまだなんだね、これ。スイさんはね、結構後でございますね。会社っぽくなってきてから、2ヶ月後ぐらいです、2ヶ月後。そうだ、あ、そっか、結構その、はい、3人になったから、うん、じゃあなんかあのお遊びでもいいから、なんか肩書き考えようかみたいな流れがあったんだね、ここでね。そうそう、あのインターンはでもね、いなかったんですよ。なぜかというと、あの、うん、我々はその3人、私とポルカとミコチは割とね、なんかそのマイクラをやっていた組だったので、なんか活発的に活動する人はインターンである必要はないと最初にね、なって作ったんですよね。そうで、我々はまあ社長、副社長、まあ、部長かなみたいな。で次、うんうんうん、もし誰かが入ってきた時の教育をあの桜美子さんにお願いしたいなと。やっぱり建築もね、すごく上手だし、そう思っていましたと。就任、就任、うん、なるほど、就任しましたね。そして教えられてないんですけど。教えましたけど。教えたんだよ、猫の背中を見て育つんだよ。育ってないです。その後ね、あ、星町水星さんが、はい、インターンで入社と。はい、うんうん、そうですね。はい、はい、そして、ノエリさんがその後にインターンで入社と。はい、そうですね、1年ちょっととか言ってましたけど、余裕で2年ですね、もうすぐインターン。スイちゃんは6ヶ月で正社員になっているのに。いや、なんかもう私はすぐインターン卒業したのに。